こんにちは、アサリオンチャンネルです。キュウリとゴーヤと同じようにトマトでもこの袋でやってみました。さて、どう成長するか。大きいのもあるんで、こっちか、こっち大きいのもこの袋でやったバージョンもあるんですけど、土の袋そのままでちょっと混ぜて、コンポストの腐葉土と買ったら油かすを買うてきた有機培養土に混ぜるねん。混ぜられへんな、これでは。よう混ぜなはれ。ちょっと混ぜられへん。混ぜるべし。変わる。トマトが年々取れなくなってな。で、YouTube でいろいろ見てたらな、どうもトマトは乾燥気味の方がええらしいねんて。ならプランターの方がええんやろってことで、こんなことになっております。おいしいのたくさん作ってや。もみがらくんたん入れるねんて。口かけた竹やつにおとんがとどめを刺しました。水はけ考えてケチらず入れてんか。土の袋をプランターにするんや。袋の反対側も切り取ってトンネルにしてや。下畑やから根っこいっぱい伸びても大丈夫やね。大きゅうなれや。ケチくさ。適当でええねん。いけると思う。貴重面やな。日が暮れるで。やればできる。どうじやな。適当でよかったやろ。ふかふかお布団。トマトの苗を植えるね。真ん中よりちょっとずらすんやで。品種忘れるもんね。これもうちょっとこうした方がいい。ああ、いいよ、丸まってこうね。それでも小さいな。まあいいや、マジルはギリギリやっていいんだから。トマトと仲良しのバジルを端っこに植えます。こんなもんや。はい、ちょっと救急やけど。はい、あと水やります。バジルとトマトは仲良しやね。水やります。土乾いとるから中にたっぷり水あげんね。じゃあジョウロの先突っ込んでいいよ。持ってんねんから、そのほうがいいか。うわー、ちょっとうまいこと言う。お水に関してはな、おかんの方がケチやねん。広がるからやりづらい。もういい。もっともっと変わろうか。じゃほらね。うわー、ちょっとちょっと、重たいね。ジョウロ重たいからホース買いたいねんて。あっちに行ってんの。しょうがない、サンタの方が逆にこれは上げてくれる。うちも公園で遊びたいな。もういいんじゃない。もういいか。もうさすがに洪水になってきたけど。いや、どうせ下抜けてるから。
うち去年の秋生まれやからよくわからんねんけど、トマト全然取れんかったんやて。こんなんでちゃんと取れるんかな。いいねとコメント、ついでにチャンネル登録したってね。トマトいつ頃できるかな、ちょっと楽しみにしている。ノエルでした。またねー。